方に向かって、大変なんか、夜も取り直しちゃいましょうか。西に、西ね、あ、西はどうするの見えるか、別にこの何も窓なかった壁とかに、でも方向だけあれするか、ちょっと今なんですけど、いいと思ったことは何も、全然どういいんですか、そうそうそうなんですよね、やって、そうもないんだよ、私やってますよ、で寝る前とかも、私銭湯行くの好きって言ったじゃないですか、ですごい体調悪くなった時に、霊感がすごいおばちゃん、いつも銭湯で会う霊感が強いおばちゃんに言われたの、あ、起きたら東に向かって手を合わせて、夜寝るときは必ず西に向かってありがとうございますってやって、そうですね、やりなさいって言って、あとなんか私がこう、そういう本をたくさん読んだけど、やっぱり常に感謝しとけとか、あと言葉に出して言うときは気をつけるとか、ね、例えばその、あいつ腹立つなと思ったら、あいつ頭きたクソとか、寝るときは寝る前に西の方に向かって、大変、なんか、夜も取り直しちゃいましょうか、いろんな明かり、西に、西ね、あ、西はどうする見えるか、別にこの何も窓なかった壁とかに、でも方向だけあれするか、ちょっと今なんですけど、いいと思ったことは何も、全然どういいんですか、そうそうそうなんですよね、やって、そうもないんだよ、私やってますよ、で寝る前とかも、私銭湯行くの好きって言ったじゃないですか、ですごい体調悪くなった時に、霊感がすごいおばちゃん、いつも銭湯で会う霊感が強いおばちゃんに言われたの、あ、起きたら東に向かって手を合わせて、夜寝るときは必ず西に向かってありがとうございますってやって、そうですね、やりなさいって言って、あとなんか私がこう、そういう本をたくさん読んだけど、やっぱり常に感謝しとけとか、あと言葉に出して言うときは気をつけるとか、ね、例えばその、あいつ腹立つなと思ったら、あいつ頭きたクソとかって言っても、なんじゃってとか、なんて言うけどありがとうございましたとかって言うといいとか、それもありそうな感じがするんでしょ、でも口に出してる方がいいみたいですよ、でも本人にバカとか言えないから、あいつ頭きたクソとかとか言いながら、だけどありがとうとか思ってなくても口に出して、ありがとうで締めるとかっていうことを生じるやつでずっと続けてて、なんか徳を積むのと同じ作用があって、そう、本当にその魂のね、年齢は多分相当若そうな気がする、魂は年齢は飲む、飲まなくていいですどうなんですかな鉄の字じゃないですか、そう、煮沸しちゃってるから、コーヒーです、どんなになんか豆とかが安くてもインスタントで美味しいですよね、絶対ね、何やったって、なんでインスタントコーヒーってあんなに進化しないんですかね、わかんないです、ほんとにどうやってもら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 ってめっちゃ悪そうなんですけど、ただじゃがりこをお湯でこうやったそういう感じになるよ、まあ、同じようなことね、あれだけど粉にしたやつが、はい、なんか牛乳入れるとすごい温かい日あんたっていろんなものをやってる人結果を褒めとしない結果を褒めとしないめっちゃ面白いな、あれもやりました、あの美容整形外科みたいなところに行くと肥満の人に処方してくれるゼニカルっていう薬があるんですけど、そんなに飲んでたの、それも飲みました、あの脂肪をそのままダイレクトに流してくれて、すごい流してくれました、え、あんたそれで一時期めっちゃ痩せてたの、あ、痩せます、それでも人生に悩んでたのそれもあったかも、でもそれなんかフラフラになりそうじゃない、フラフラになりますね、ほら、どの場合では栄養か、下痢っぽくなって、下剤じゃない、下剤、あ、でも下剤よりもう本当ダイレクトに出るので、あの油だけが、油が浮くんですよ、ものすごい勢い、それで油も食べた油が、はい、それとも体の油が取れる、食べた油が吸収されずに、吸収されずに、でもなんでやめたの、具合悪くなったからやめたんでしょ、高い
具合悪くなったからじゃないの？高いだけ、はい、いやでもね、いいよ、やめたり。でもなんかそれは本当に癖になっちゃうって思います。あと脳に直接刺激を与える薬も、肥満の薬があって、日本で2つだけしか、うん、だからそれは脳が腹減ったっていう脳を感じなくする。麻薬じゃん、忘れちゃうっていう。それは本当に効いて、それで一時期不完結です。6キロぐらいです。なんか結構ケミカルな、そういう、はい、それなんでやめたの？高いから。もう効かなくなっちゃって、効かなくなるんです。脳がそうする、麻薬だよ。ダメだよ、そんなの。ただ今は A は B にのみ依存するっていう設定をしてるから、こうなってそういうことやってから金がないんだ。そういうことって何なのね。気になるもんなんですか、この人くらい。嫌ですね。脂肪嫌いですね。いわゆるテレビで見るぐらいガリガリになりたい感じですか。テレビで見るなんかモデルさんとか。いやでもね、ガリガリしてないんですか。でも私、今人生で一番太ってるんですよ。すごいじゃん、そうだったら。でもすごいデブじゃないですよ。だけど元が痩せてたってことですごく。すごいです。あんで私モデルとかもずっとやってたし、役者になってからもなんていうかな、あとなんかその需要を増やすためとか、その役者モデルがしか受けられないオーディションなんですよ。 CM とかほら綺麗なモデルみたいな人だけ使いたい。でもモデルってあんま演技できないから、だから演技できる人がいい。でもモデルみたいな見かけの人がいい。そういうのも受けれるように痩せとけみたいな。だけど役者その見かけじゃなくて、役者としての演技力があるやつもできるし、見かけはモデルみたいに細くて綺麗なんだけど、でも本格観念もできるから、モデルが受けれるオーディションも受けれる。そうするとチャンスが広がりますよね。で、そういう、あ、お前はそういうのできるから両方できてしとけってなるじゃないですか。でも別にあの一応ちょっと鬼じゃない、ただこいつ仕事したいって言うし、俺も仕事あげたいし、こうだから言うことは言うよみたいな。だけどまあ、ぶっちゃけ今は私はそのあんまりダイエットをするとか、その体重制限することはあんまりしたくないのは、更年期に入ってると甲状腺ホルモンの疾患があるから、体調が悪くなってる時にそういうことして受け、また体調がやっと体調良くなってきたのに、また体調崩して仕事できなくなるとかやめて、1年ぐらい仕事休んだりもしたので、その時にだから今できないんですけど、やっぱちょっとその人が見て不快に思うぐらいの太り方だったら、それはみんなかもしれないけど、いやなんかあとデブ、私がほら本当になんかデブキャラの女優ってなんですか、そういうのなっちゃったらね。だったら、いや、てかそれでやっていきたいなら別にいいのかもしれないけど、そういうっぽい役割にしか取れない。もちろんだよ、全然今伏せるやつないから。でも相当やってたらしい。でも人生って今太ってる。でも別に普通の、私今年47なんですけど、47歳の身長167センチぐらいあって47歳だから全然痩せてるんですよ、一般的に見たら。だけど一般人は女優だろうかとかって言って、それで日本の芸能界っていうのはもうモデル上がりの役者になるみたいな流れなので、男も女もみんなモデルだった、役者になった、細いまま。例えば私ぐらいに言ったら天海祐希さんとかアホみたいに細いですよ。とか、だから誰でもいいですよ。最近あんまりドラマとか出てこないから、たぶん涼さんとか、じゃあちょっと若いんだけど小雪さんとかでもいいけど、なんかだ全ての人がほとんどそう、モデル上がりの痩せてて、それで初めから女優で来ててもみんな痩せてて細くて、でもそういう顔が小さくてみたいな、そういう芸能界がそういう流れなんで、日本の芸能界だから、男子もじゃあ竹野内豊とか、それも下橋とか、まあ、あとジャニーズもそうやって、だからそ何そうやって、そういうのが、そういう主流なんですよ。だけど、そこにいかにもおっさんみたいなのだと、本当にハゲてて、デブでみたいな、なんか分かりやすいタイプの人がいるんですよ、女の子で。顔も、秋田家城さんじゃないか。とか、
太ってて、ね、おばさんって感じのキャラでとか、なんか、だからその中途半端な感じだと、なんか、なんか中途半端の方がいろいろできるのかって、できそうなんだよね。思うけど、でも日本の芸能界の流れがそうじゃないし、で、まあそういう感じですよ、だからもう。ただ私は今こういう状態だから今もダイエットもできないし、少しこう更年期とかが過ぎてきてからまた調整するとかしたいし、とかいう話とちゃんと社長とかもするんですよ、うちの方とするんだけど、まあ、日本の芸能界がこういう流れだから、でもこういう話はしとやっぱしとく、一応しとかないといけないからとかって言ってくれるし。でもだからやっぱりでもそれね、さっき話したようにやっぱりでもこちらもそれで飯食いたいじゃないですか、社長もいっぱい仕事を与えたいと思ってる、私こっちも飯食いたい、で私もやっぱり恩義もあるから事務所に貢献したい、一生懸命うちらの仕事をくれるために回ってくれてるかなと思うし、でも日本の芸能界でやってるんだったらその芸能界の流れね、乗らないといけないし、こういうアマチュアの旅館みたいな出来上がってるからそこに乗っていかなかったらその分もらえないし、本当に実物ってとんでもなくてしないでしょ、小雪さんって僕の前の同僚っていうかスタジオマネージャーの主の子、美子さんの子、今の会社を辞めて、なんかコースタンスっていう、あんまりいいよ、知ってますよ、なんか人には4つの軸の位置があって、内側、外側と前と後ろで、なんか分かる、映画の位置、その先生の子がスタジオにいて、仕事してるんですけど、そこに小雪さんって来てて、そのコースタンス理論を生かしたなんかダンスの体のしなやかな動きみたいな。教えてるんですけど、全然小雪さんはなんかダンスがついてる自分の歌いを見せて全くもう分からないダンスがついてる、そんなの私じゃないから自分のオリジナルダンスで言っちゃう、そう自由は自由です、すごい自由で、だけど見込めないらしいんだけど、すごいなんかこう我が道を見せる人なんですね、絶対を行わない、シャリ好きだけやると確かに、確かにそうなるだけだから、スタジオのコースの二次局面の完成が性格がサバサバして、あんまり考えない、なんか服がすごいお好きらしいです、私が着てた衣装がすごい、考えてて好きやしますけど、僕は考え、私は考えたことなかった、あれに出たのに あ合ってないね、こいつに、あだから私フラジャイル、あこれじゃん、はい、出た、すごい華奢って感じじゃなかったですか、あのなんかガッチリ肩が、はい、でもやっぱり綺麗でしたけど、このまんであのスタイルを維持してんだから、それはどうしたもんなんだろうな、ゲーム世界ですかね、そうなんですか、あ、そうかな、わざとすごくないですか、そのみんなすごい綺麗になってて、不思議なんですよ、いろんなプロのところに行って、で骨盤が疲労があったのを直すんですよ、骨盤を引き締めたから、なんかさっき言ったこのこういう動きとは別にここをグーッと力を入れる運動みたいなのをやると骨盤が、一回子供の時って骨盤広がるから、だから内臓も下に折れるし太りやすくなる、その戻らなかったらどんどん太っていくから、その広がって骨盤をこうキュッて締めることによって、痩せる。トレーナーをつけて。まあだからプロのそういうトレーナーの人とか。シンプルボレーとかやればいいんですかね。でも自分で家でこう横に寝そべって、ここにさ布団とか挟んで、グ、はい、ーって力入れて、ちょっとこういう運動とかすると。はい、どうしよう、ならないと。ならない、間違って やっちゃったと思います、そうですね、どんどん広がっていく、ゆっくりやった、先生、横になっていいですか、はい、横になっていいですよ、あれだけ、もう心臓で削ろうって
本当にこの何時間もいるから外の空気吸いたら、そこは上げるだけ上げてもいいですか。あ、いいですね、はい、外には出ないと、こうなんかびっくりされてる、これ開いてる状態ですよね。あのポチッとボタンを押すと開きます。はい、そこ出ちゃうと閉まっちゃうんで。すみません、動かなくて。あ、大丈夫ですよ、全然。今コーヒーが、これ自宅のやつなんですけど、はい、コーヒーがなんかちっちゃいポーションに入ってて、あ、いいですね。すごい、あれすごい楽で、美味しいですか。ポーションも、はい、上島コーヒーとかスターバックスから出てきて、わ、いいの。そうすると割り算すると1杯100円くらいなんですけど、はい、すごい美味しいですよ。先生、一回やっぱりその外側に行くと良くないから、はい、ここを開けて空気吸っていいですか。はい、先生、今使ってらっしゃるのに。これは使ってないんです。ブランドビルの製品ですよね。はい、うん、いいやつ。はい、セサノーは本体のテラスの兄弟らしい。